M78 星雲の宇宙人からその命を託された早田隊員。ベータカプセルで宇宙人。科学警察機構の日本支部に科学特捜隊と呼ばれる5人の隊員たちがあった。彼らは怪事件や異変を専門に捜査し、宇宙からのあらゆる侵略から地球を防衛する重大な任務を持っていた。ハヤトル4部へ。はい、こちら本部。どうかしたの？そんな声出して。龍ヶ森上空において未確認飛行物体を発見。よし、追跡を続行。なお正体を確認せよ。連絡あり次第隊員出動する。了解。早田からの連絡は今後記録するよ。はい。青い光を放って飛んでます。スピードはマッハ2。さらに接近して正体を見届けます。隊長、年齢38歳、隊歴16年、東京都出身。桐山隊長がお見えになりました。桐山、のレーダーが敵機影をキャッチした。しかし天城、十分気をつけて行動するように。目標右15度、発射用意。国際連合機構の地球防衛組織に属し、地球の平和を守るためにあらゆる怪事件に挑む特別チームなのだ。カジノキ橋が破壊された。怪獣を都心に入れたら大惨事になる。南。はい。岸田。はい。上野。はい。君たちは空から攻撃しろ。はい、はい、出撃します。よっしゃ。
ップに続き村民を安全な場所に誘導するために着陸せよ。了解。なかなかやるじゃないですか。見てください、あれを。よし、北斗教援護さん全員託願で攻撃だ。はい、はい、待て待て、アデラさんな、相手はタンカーでやってるんだぞ。原油に火でもついたらどうするんだ。しょー、副隊長、原油タンクを狙ってるな。冗談じゃないぜ。ちょっとすいません。78星雲の宇宙人からその命を託された早田隊員、ベーターカプセルで宇宙人に変身した。マッハ5のスピードで空を飛び、強力なエネルギーであらゆる敵を粉砕する不死身の男となったのだ。
それゆけ、我らのヒーロですからね。そんなことわかるもんか。でもだいぶ慌ててるようですよ。ああ、だんだんチカチカが速くなってきた。エネルギーが切れるみたいですね。Yeah.
おい、おい、大丈夫か。おい、しっかりしろ。大丈夫か。それ、それ。ウルトラマンのエネルギーは3分間しか続かない。カラータイマーが青から赤に変わると危険信号だ。ウルトラマン頑張れ。
ープ。